ポートは医学において皮膚の元に設置される小さな医療機器。カテーテルによってポートを静脈に接続している。皮膚の下にセプタムがあり、これを介して何度も薬物を注入したり、血液サンプルを採取することが可能となる。患者に通常の選手を繰り返すよりも不快感が低い場合が多い。ポータルシステム。皮下に設置され、チューブが静脈に接続される。 外部からのアクセスには黄色の膜を通る針を使用する。ポート A キャスに針を刺した状態。ポートは主に血液学及び腫瘍学において患者の治療に使用される。ポートは以前は血液透析患者での使用に適合していたが感染率の増加に関連していることがわかり、米国では使用できなくなった。ポートは通常鎖骨または 鎖骨のすぐ下の上部胸部に挿入され、カテーテルの先は首静脈に挿入される。胸部ポート、CV ポートとして知られる。移植されたポートを示す胸部 X 線。ポートは、より正確には、完全に埋め込み可能な静脈アクセスデバイスとして、より知られている。ブランド名には、エコポート、クリップ A ポート、スマーキポート、マイケロポート、バードポート、パワーポート、 パスポート、ポート A、キャス、インフセイポート、メディーポート、およびバイフロがある。ポートにつながるカテーテルは静脈に外科的に挿入される。理想的には、カテーテルは右心房のすぐ上流にある枝静脈で終了する。この位置により注入された薬剤を迅速かつ効率的に体全体に広げることができる。ポートは、プラスチックチューブが取り付けられ、 ニードル挿入用のシリコンバブルを持つリザーバーコンパートメントとで構成されている。デバイスは胸部または腕の皮膚のもとに外科的に挿入され、見た目は皮膚のもとが隆起した状態となる。維持するために特別なメンテナンスを必要とせず、時々のフラッシュするのみで適切な状態を保つ。ポートは完全に体内にあるため、水泳や入浴は問題ではない。 ポートにつながるカテーテルは、静脈に、結果的に挿入される。理想的には、カテーテルは、上大静脈、または、右心房に終点がある。この位置で終わることで、注入された薬剤を迅速かつ効率的に、体全体に広げることができる。セプタムは、特殊なセルフシールシリコンで作られていて、何百回も戦死することができる。医療従事者が治療を行うか、 採血するためには、まずポートを見つけてそのエリアを消毒し、次に CV ポート専用の針で、ポートを覆っている皮膚を戦止し、アクセスする。設計上、皮膚を侵食するのは、針の光景より、決して大きくないため、感染リスクは非常に低くなる。ヒックマンカテーテルなどの留置するラインよりも有利である。針を引くことで負圧が生成され、 真空化された針に血液を引き込んで、血液の戻りをチェックし、ポートが正常に機能しているかどうかを確認する。次に、ポートに生理食塩水を流す。その後、治療が開始される。移植手順自体は、軽微な手術であるとみなされ、通常は、局所麻酔と中程度の鎮静等を用いて行われる。患者はしばしば挿入部位に、術後の不快感を抱くため、 アセトアミノフェン、またはイブプルフェンなどのヒステロイド性抗炎症薬の投与によって管理される。ポートは、最も一般的には、中程度の沈静化で IVR、または外科医によって行われ、病院、または診療所で外来手術として挿入される。技術の進歩とイメージング技術の進化により、米国では IVR 放射線技師による移植が行われる。 機械が増えている。ポートが不要になった場合は、画像化診断室、または手術室で取り外すことができる。ポートには、多くの用途がある。ポートを挿入後の胸部 X 線画像。気状脈に達した先端が異常である。気状脈の先端を確認する、CT スキャン画像傾向投資法は、ポートの挿入をガイドするのに役立つ。ポート挿入後に撮影する。 胸部レントゲン写真は、気胸、血胸、カテーテルの位置異常などの処置が必要になる合併症をすぐに検出できる。一方で、蛍光投資法により静脈切開し、ポートを挿入した後のルーチンでの胸部、X 線撮影は必須ではないことが示唆されている。ポートが埋め込まれる患者の胸の左右を決めるのは、通常、運転手として着座した時に事故が発生した場合に、 シートベルトによるポート及び静脈への損傷を避ける方向で選択される。従って道路のルールとして対面交通による衝突リスクがある。ポートは上胸部または腕に配置できる。胸元が広く空いたシャツを着ている時の視認性を避け、バックパックや下着のストラップによる角の接触を避ける位置に挿入で来るので、正確な位置は可変となる。 最も一般的な配置は胸部の右上部分でカテーテル自体が右首静脈をループし患者の心臓に向かって下がっている。ポートには多くの異なるモデルがある。患者の特定の病状に基づいて選択される。セプタム部分、カテーテル、CT スキャンなどを行う際は高圧注入が可能なポートを用いる必要がある。ポートの使用メーカーに アンジーアディナミックス、ビーブラウン・マディボル、バード、アクセスシステム、クックメディカル、メドコンプ、ナビリストメディカル、ノーフォークメディカル・プロダクツ、スミスメディカルがある。セプタムの損傷やコアリングを防ぐため、低コアリングや非コアリングの針を用いる。使用の都度、少量のヘパリン添加生理食塩水をデバイスに注入することにより、ヘパリンロックが行われ。 ポートやカテーテル内での血栓の発生を防ぐ。円端に自己密閉バルブがある一部のカテーテル設計では、生理食塩水のみでロックされる。ポートは必要な限り留置したままにできる。ポートは感染を防ぎ、正しい位置に戦死できるようにするため、適切に覆われている。ポートが頻繁に使用されない場合は、生理食塩水でポートをフラッシュし、 使用しない間に凝固を防ぐために、新たにヘパリンロックを注入する必要がある場合がある。患者の体調、特に静脈の構造から、ポートの挿入ができない場合がある。代替手段の一つがピックで、どこから挿入するかといった問題や、デバイス寿命などの欠点がある。1984年のサイバーパンク小説、ニューロマンサーでは、脇役のピーター・リビエラが、 レクリエーションドラッグを使いやすくするために腕に一種の医療用ポートを留置している。ありがとうございます。